はい、TBR の竹です。前回は室内と車体裏のアンダーコートを剥がしました。面白くないと評価されると思いきや、快感でした。気持ちよさそう、やってみたいというお声をいただきました。今動画に映っている相棒ですよ。俺に内緒で板金をしたんですよ。久しぶりの嫌な予感。では15話スタートいたします。バラす前はこんな感じでした。この時はまあ裏から叩けばいいねって話してたんです。しかしカーベキューにしたこの時点で、あ、裏からは無理やって気づいたんです。私的にはここはプロに任せようと思ってたんです。チャンネルのタイトルの素人のレストアに反することになりますが、まさかやるとは。まあ私もやったことはないので、ここは一つ相棒の作業を温かい目で見守ってやってください。今回は溶接のシーンが多いので、溶接の光には十分気をつけてください。お願いします。ドアなどの鉄板と違ってステップ付近の鉄板は頑丈で分厚いのではないでしょうか。まあ見た目での感想です。この FD が草むらにあった時は大したへこみには見えなかったんですが、こうやって塗装を落としてみるとちょっと重症に近いですね。長い間何年も野ざらしだったのですが、錆はほとんどないんですよ。ここです、ここです。大したへこみには見えないでしょ。おいおい、違うところ行くな。だけどカーベキューを作ったあたりから溶接の技術は格段に上がっている。多分 YouTube 見て自分でもできると思ったんだろうね。ここで諦めてくれればあんなひどいことにはならなかったのに。あれは絶対 YouTube 見に行ってますよ、確認のため。好きだね YouTube。今度はワッシャー取れないみたいだね。YouTube のおかげ？今ちょっと出てきたよ、少し。やっぱりダメか。
ちょっと悲しくなりましたが、ではここから嘆きと叫びの12連発いきますよ。いいね、見てもらうよ。事情説明してくれよ。だって YouTube でワッシャーのやつ見たことない。こんなんやっとったろ。さあ、あのワッシャーの引っ張るやつやもん、一本で。そうそう。だって一個でやったら引っ張ったら穴開くやろ。ちょっと今から質問したいんですけど、そのパソコンありますよね、はい、そこに穴開いとる写真ありますよね、はい、これ何をしたか言うたら、1円内でワッシャーで溶接してスライドハンマーで叩いたがいですよ。その挙句に穴開いたがいですよ。これちなみに YouTube でもやっとんがだけど、プロとしたら何が悪かったですか。これは何が悪かってこんなになりましたかね。さあ言ってんだけど、やっぱり引っ張ったから、やっぱりそうですよね。言ってんだけど引っ張ったからそうなんがいね。ならどうすりゃいいんだっけ本当は。ワッシャーいっぱい並べてつけて、はあ、ワッシャー並べてまとめてて、まとめて引っ張る、まとめて引っ張るやつじゃ、そういうハンマーあるんですか、スライドハンマーあるんですか。あるある。はあ、それでやめとゆっくりじわっと引っ張る。はあ、そういうの売っとんないですか、そういうワッシャー。はあ、わかりました。溶接用ワッシャーには鉄や銅などがあり、私たちのような初心者はなるべく高級な鉄のワッシャーを選ぶといいそうです。へこみに合わせてワッシャーを一列に並べて、一箇所に力が入りすぎないようにします。そして熊の手みたいこのスライドハンマーを使うそうです。そしてこんな方法も教えてもらいました。ワッシャーを使わないで代わりに鉄板を用意します。へこみに合わせて鉄板をボディに溶接します。そこでチェーンブロックを柱にくくりつけて、じんわりゆっくり引っ張り出します。これが良かったかも。はい、相棒はとても落ち込んでしまいました。私もちょっと言い過ぎました。ボディの穴を見るのが嫌になって、何日間も現実逃避してしまいました。誰でもある、お前だけじゃない、俺も YouTube 見てやってしまった。長年乗ったヘッドライトの黄ばみを虫よけスプレーで、それも3種類も。結局正統派のやり方でやり直したけどね。だけど相棒よ、ゴルフだけは YouTube の見過ぎはやめてくれ。ごめん、勝手に取って。おし、いいぞ。おし、いいぞ。それで見てみよう一回。よし。どんな感じ。はい。この穴の開くのは電流が強いから穴が開いたと思います。電流を調整すればこういうふうにあちゃあちゃ丸になると思います。ではこのようにして頑張っていきたいと思います。今回穴が開いたところはプロに相談して作戦を考えます。次回の16話は溶接増しをしてボディ剛性を強化します。人間で言えば骨を丈夫にすることかな。もしこの動画の溶接の光で
夜眠れなくなりましたら許してくださいね。本日もご視聴ありがとうございました。またお待ちしております、うん、ナレーションこの頃カビカビだ。